ゆらりぶらりペロリ、どうもゆらり旅チャンネルのカズヤです。サラタンクレディです。昔は薬物中毒者でしたが、今ではしっかり更生して犯罪者に恋をしております。はい、今回もですね、福岡旅行の続きをやっていきたいと思います。太宰府天満宮の続きから、夜はクルーズに出かけますので、その様子をどうぞご覧ください。では早速、行ってみよん。9番はさっきから見てた一つの中心のその中心でしたね。これです。あとそっちか、すごい石ここに石があります。これは別に入っちゃダメとは書いてないから入っていいのかな。すべて分かった。その石これはなんかあっち側になんかあるけどな。すべてわかった。何がわかったんでしょうか。すべてわかってしまったようです。よし、これがすごいよね。今んとこ3個見た。さすがにこれはこっちの方がすごいな。立ち入り禁止。関係者以外立ち入り禁止。目が悪くて見えない。如水の糸。舐めなよ。ここがあ、ちゃんと井戸、水が溜まってますね。汲めるんだね。ただ飲むことはできなそうですね。だいぶ濁っておりました。黒田長政公400年、なんか祭りが。あ、これに汚水なんだ。さっきのあれか、井戸のチャリン。水に、世界中が水に困りませんように、そして水の災害も起こらないことをお祈りいたしましょう。これが宝物殿だね。あ、なんかどこもこんな感じだな。なんか箱にあった宝物殿もこんなような建物だった気がいたしますね。現在地はどこだ。現在地書いてない。ただこれ太宰府遊園地のあれだ。宝物殿。あ、ここの建物だもんな。書いてないね。曲水の庭としか書いておりません。え、この名もない池に今から。ここですね。名もない池でございます。いいですね。おお、綺麗。これね、名もないっていうのがいいですよ。何でも名前をつけりゃいいってもんじゃありません。ただすごい汚い。濁っている。あ、すごいでかい鯉かな。わかんない。花の名前はわからん。おー、いいね。おー、でか。ここにいる鯉はみんなでかいぞ。餌をくれとパクパクとやっておりますが、餌は残念ながらありません。これはこういうもんなんですかね。濁ってるのは。綺麗だと逆にダメなのかな。餌はないんだよ、宝物殿。ちょうどまたこの太鼓橋のところに戻ってまいりました。この辺にいろいろ、アート作品がいろいろありますね。この46135はもうこの辺かな。太鼓橋。さすがにこの時間は全然人もおりませんね。ありました。歴史について考える。サイモン・フジワラ。
この椅子プラスこの木も一緒なんでしょうね。木と絡んでる椅子。でかかった放物線、こちらが正面ですね。この近くにもう一個あるはずです。今5が見つかったから3だね。3がもうちょいあるっちか。戻る感じだ。鳥居のどこかにあるはずだぞ。広い、でかいですね。これはなんだ、読めない。なんとか会館か。ここまで来てもなお私の目では読めません。おお、これようやく結局来たところで読めないと。よか、読めない。あ、社務所か。ここは社務所になってるんですね。なるほど。てかさっきの、ないですね。古代遺跡みたいになってるのがどこかにあるはずなんですけども、見当たりません。貸し切りの太鼓橋。6時44分。7時近くになるとですね、この太鼓橋もあんないっぱいいたのに、もう誰も人が全然おりません。この時間に来れば皆さん貸し切りの太鼓橋を体験できますよ。お、なんかあれは噴水か。あれもアート作品に見えるっちゃ見える。重要文化財戸賀社。今ここが全然上しか見ることができませんけども、ここが東映最古の建物みたいですね。戸賀社、その巧みな作りから国の重要文化財に指定されています。しかし近年では各所の傷みが生じ、修理が必要な時期を迎えております。美しい姿の社殿を蘇らせ、未来へ継承すべく皆様のお力を添えようということなんですが、ご寄付依頼額が1万円より。そんなの入れるのは富豪しかおりません。1万円は無理だろう。誰もいない太鼓橋。7時頃がレアですね。夏だったら7時でもまだね、今よりもさらに明るいんじゃないですかね。こっからがいいですね。うん、やっぱり橋は斜め横から後ろぐらいがいいな。ただこの池が汚い。灯籠の明かりが全然つきませんね。スズメが何かを必死で食べております。チュンチュンチュン、かわいいな。スズメ。浮き殿、水面にその影が映る建物を浮き殿といった。おお、じゃあこれなんだか。水面がない。今は水が流れていないですね。あ、そこに水面があるんだ。お、しかもあるじゃないか、ここにアートが。あれ、これ1だ。本当にキラキラするけれど、何の意味もないものと。あれ？もしかしてこの中ってこと？ガガーン！もう閉まっていて見れません。この中に、あったんですね、これが。これを見たかったのに。まあでもこの中、ここから見れるでしょう。見れたー。これです。キラキラするけど何の意味もないものだそうです。まあ世の中はそんなものばかりですね。みんなの心の中にもこの塊がいっぱいいることでしょう。いやー、太宰府天満宮、とても良かったですね。これからちょっと時間的にどうだろう。これからホテルに戻って、それからちょっとラーメンを、博多のラーメンですね。有名なラーメンを食べて、今日の夜はですね、21時、9時から、夜景を見えるちょっとしたクルーズということで、船に乗りたいと思いますのでね。まあ船といっても小さいものなんですが、そちらの方を乗ってホテルに行って今日は終わりといったコースになります。いやー、この時間は全然人がいなくていいですよ。7時ぐらいか、狙い目。ただ店は全部閉まってますけどね。ではでは。
最後にちょっと灯籠がついたのでこんな感じですね。まあ、この灯籠はもっと辺りが暗くなったら良さそうな感じですね。誰もいない。あんなにうじゃうじゃいたのに、7時頃はもう誰もいない。スタバは中もおしゃれに作られてますね。雰囲気がいいです。国立美術館を作った人が作ったそうですね。ただお金がないので買うことはできません。匂いだけ嗅いで帰ります。太宰府駅まで戻ってまいりました。やっぱ全然昼間と違って人もいないですね。高校生の帰る姿だけでございます。ツバメの巣がありました。お、飛んできた。ここにツバメが。あれでもなんか人工って、あ、守られてんのか。その奥にあります。太宰府駅。この2番の19時36分。スカイチ駅に乗ります。入る？行きましょう。じゃあこれに乗って天神駅、あ、でも途中で乗り換えか。途中で乗り換えて天神駅まで向かいます。福岡駅かっこ天神駅到着いたしました。この列車ですね。さて、ここからまずささっと歩いてホテルまで行って荷物を預けてから出会い橋に船乗り場に向かいます。よし、ではでは。駅降りてすぐに大丸が、でかい大丸がありましたね。さて買いましょう。もう屋台があちらに2軒ぐらいありますね。これからでもクルーズに行って屋台がいっぱいあるところ、有名な屋台通りにを船で通ります。その横を来ました。ここが出会い橋、出会い橋公園っていうのかな、これ来ましたね。ここが船乗り場ですね。おお、こちらですね。一番乗り？あ、そうだ、席後ろの方。そうそうそう。営業中。おぉ。気をつけてって言いながらモスが来ましたよ。クルーズ飲み込みましょう。足元は気をつけてください。まず後ろ、後ろってこっちですか？後ろこっちです。あ、じゃあこっち。違う、前で。こっちにしよう。もう後ろだそうです。あっちが前ですね。一蘭のビルがあります。一蘭ラーメンのビル。さすが福岡、あれが目の前に見えるのが出会い橋でございます。どうやら今日は女性シンガーっぽいですね。よかった。男は嫌だと思ってたんですよね。ラッキー、大吉を引いただけあるぞ。この船に 乗ってるとみんな上から手を振ってくれるそうです。はい、それでは出発、出航じゃん。こんばんは。さすがにちょっと肌寒い。福岡を中心にアトマリーというアイドルグループで活動しています。このメンバーでも皆様今日は一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。よろしくお願いします。アイドルだそうですよ。お願いします。お願いします。今日はですね、お写真や動画もたくさん撮っていただいて OK なので、ぜひいっぱい撮ってください。ありがとうございます。お願いします。はい、それではまずはじめに皆様向かって正面に見えておりますこちらの橋は福白出会い橋といいまして、1990年に建設され、長さは約78メートルございます。2017年に公開された映画君の膵臓を食べたいのロケ地としても使われている橋となっております。
中洲は九州一の繁華街と言われておりまして、東京でいうと歌舞伎町のような街となっております。伝え聞かれた響く。反対側の西中洲は高級志向のレストランが立ち並び、会員制や招待制のお店も多いためリサーチが必要となっております。ではですね、ここで1曲歌を歌わせていただきます。来ましたよ、早速1曲目ですね。景色とともにお楽しみください。あー、降ってる。あー、手を振っております。優しいね、あんな遠くから、ね、しかも照らしてたよ。ねえ、屋台街ですね。手振ってくれてないよ。振ってる？わかんない、振ってなさそうなんだけど。全然振ってないか。今日はみんな振ってないな。ノリが悪いぞ。あ、振ってるよ。前方の方にコカ・コーラの看板のオープンに向かっております。こちらの広場にはプロジェクションマッピングや噴水ショーも行われておりまして、スタジアムという全国のマッピングを食べ比べできるところも青く照らされて綺麗。ぜひラーメンがお好きな方は行かれてみてください。これすごいと思ったホテルの。ここではこのまま U ターンをしまして、続いてはカカロンの海の方こちらですね、先ほど通ってきて、はい、私はですね、普段福岡を中心アノマリーというアイドルグループで活動をさせていただきながら、舞台などお芝居にも挑戦させていただいております。私の Twitter や Instagram、SNS はですね、こちらの URL からも見ていただくこともできますし、あとはですね、このネタを検索していただいても見ていただくことができて、あの今日撮っていただいたお写真や動画もたくさんアップしていただいて、ぜひよかったらハッシュタグだったりとかつけていただいたり、あとはインスタの方でしたらメンションとかもしていただけたらすごく嬉しいので、よろしくお願いします。こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターどっちもやってないよという方はですね、あの YouTube の方にも動画が載っております。プロで歌ってる動画だったりとか、まだ出た自然スピーカー、ぜひよかったらそしてこちらですね、この間の5月の自然エコー20歳のお誕生日を迎えたんですけど、若ありがとうございます。自分より22歳も若い。私のお誕生日すごい子供じゃん。今度5月の27日にこちらの子供だ。福岡のライブハウスの方で開催させていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。全然響かないか。見えた。もう見えてきた。津波を発生させております。あーポートタワー綺麗ね。東京タワーと通天閣をデザインした人が作ったそうです。マリンタワーぐらいじゃない？ああ、そんぐらいだね。あんまり大きくはなさそう。貨物船らしきでかい船が停泊しております。すごいね、こんな海の上で気持ちよさそうに歌っておりますよ。あ
左から OK。 自己満の世界でございます。まあアイドルはねこうやってなんぼですね。ありがとうございました。ありがとうございます。明日の日々白だけで波しぶきがすごい。見えない。戻ってまいりましたよ。結構ミルツ、また次回来られた際はミルツはどうでもいいですね。戻ってきてまいりました。バッテリーもあまりないのでこの辺りで終わりにしたいと思います。そして私たちアーティストはですねこちらにお気持ちボックスが お気持ちボックスを持って入ってる。こういう感じ回ってくるの？回ってくるのか、さすが。ここの人でも行けない。こっち来れんの、ね、はい、ではアイドルの下積みも大変ということが分かったところで終わりにしたいと思います。次回はですね、今までの人生で一番美味しいラーメンに出会いましたのでその様子と、その翌日ですね糸島の方に行ってまいりましたのでそちらをご覧いただきたいと思います。それでは皆さん最後までご視聴誠にありがとうございました。心の優しい方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いいたしましょう。今8度しかないのに明日20度超え。